フィーパビ兵庫フィールドパビリオン。今日のザスフィーパビは和牛のふるさとと呼ばれている上町のおじろくを巡ります。心の底からも底から楽しみです。行ってみましょう。ぎゅ兵庫フィールドパビリオンとは、県内各地の活動の現場、いわゆるフィールドの魅力を地域の人々が発信し、多くの人に来て、見て、学び、体験してもらう取り組みです。2025年開催の大阪・関西万博を機に国内外に発信しています。このコーナーではフィールドパビリオンをフィーパビという愛称で呼び、リポーターが体験リポートします。まず心さんは地域の情報を発信しているおじろ物産館へ。出迎えてくれたのはおじろガイドクラブの田尻さん。この地区はどうして和牛のふるさとって呼ばれてるんですか？この地区にはすごい牛がいたんですよ。博物館が中にあるので、よかったら見ていきませんか？あ、いいんですか？ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。そのすごい牛っていうのが、はい、田島牛ですか？そうなんです。その田島牛を語る上で欠かせない重要な人物が2人おって、はい、そのうちの1人がこの田尻松蔵さんという方なんですけど、この人は福江という牛を育てていて、子牛を産ませていくんですけど、4頭目の牛がこの田尻号、伝説の牛田尻号という伝説の牛、そう、牛になるんですけど、この牛がなんとこの 99.9% っていう数字がこうバンって出てるんですけどね。何ですか 99.9？ 全国の黒毛和牛の 99.9% がこの田尻号の遺伝子を含んでいるということが証明されている牛で、そう、すごい牛なんです。なので、あの和牛のふるさとって言われてる。あともう一人重要な人物がいて、この人なんですけど、はい、前田修介さんという方で、はい、江戸時代に生きていた方なんですけど、はい、いい牛を借金をして集めてきて、おじろの谷に残していって、この谷だけで交配をしていくっていうのをずっと続けていってた人で、そうなんです。それを閉鎖育種って言うんですけど、今はそれを意図的にやってるんですけど、この修介さんがここの土地だけで交配していくのを続けていった元を作った人っていう、牛が大好きな方、2人の方がいたおかげで、この田島牛っていうのは今なった、こういうふうに有名になったっていうことですね。はい。今回フィーパビスポットを巡るのに便利なのが、物産館でレンタルできるとってもかわいい EV バイク。免許を持っている方は利用してみてはいかがでしょうか。続いて田島牛のルーツ、田尻号を育てた田尻松蔵さんの生家へ。当時を知っている孫の妻、田尻光子さんにお話を伺いました。 99.9% その今の和牛の大元というか、うん、って言われてることについてはどう思われますかね。みんなが褒めてくれる直しが、うん、ここの家から出て、うん、よかったかなとは思うよ、うん、うん、ねまあまあその子のことだね。田尻号の元お母さんの福江、うん、福江さんは、うん、いい牛だって松蔵さんおっしゃってたみたいですけど、うん、そう、その田尻号もいい牛だって初め思ってらっしゃったんですか？そう、あの形も良くて、うん、毛並みも良くて、うん、母親に似た子ができたんだなって、うん、おじいさんは思ったんだけどね。だけど、うん、子っていうだったので、あ、お名前だったらよかったのになって、うん。その後、松蔵さんは田尻号を手放すため市場に出荷したのですが、とても良いオス牛だと周りから認められて、兵庫県が管理する種牛となりました。後に田尻号の遺伝子を持つ素晴らしい牛が次々と生まれ、その功績が称えられて、松蔵さんは黄綬褒章を受章。これだけすごい牛さんだったんだった、うわ、うん、気づいたらいい牛だった。和牛の歴史を学んだ後は、実際に田島牛を飼育している小林畜さんへ。繁殖農家の小林さんに牛舎を案内してもらいます。
ここの牛が大体4、5ヶ月ぐらいですね、はい、だから今年入ってから生まれた牛ばっかりですね。大体生まれる時が25キロぐらいで生まれて、はい、あ、もう生まれた時でそんなにあるんですか。自分のお母さんがどこかも分かってて、あ、お乳飲みに行くから、そうそう、これ全部ここのマスにおる、マスで6頭おるんですけど、はい、それが全部自分のお母さんのところにお乳を飲みに行って。お名前とかついてるんですか。あ、一頭一頭全部ついてますね。で、はい、オス牛は、はい、あの漢字で書いて、はい、でメス牛はひらがなで。この子ちなみにお名前なんて言うんですか。これはね、翔子。あ、女の子。翔子さん。翔子さん。なんか名前つける時ってどうやってつけるんですか。名前つける時はだいたい親牛から一文字もらったりとか。あ、へ。実は小林さん、奥さんの名前をつけた母牛もいるそうで、それがこちらの千尋さん。結婚式の次の日に、はい、奥さんと二人で牛舎見に来た時に生まれた牛ですね。そうなんですね。で、まあ、なんかあるんかなと思って、はい、でお名前を、お名前つけて、そのまま残して母親にお会いできて光栄です、ね、光栄ですさっきから気になってたんですけど、その鼻ははい、で どうやってつけるんですか。あの鹿の角でつけるんですけど、たまたまここに鹿の角があって、どうしたんじゃなくてですか。たまたまポケットの中に入ってったんですよ。鹿の角で、この人間でもここの骨と皮膚のちょっと薄いところあるじゃないですか、はい、そこを鹿の角で貫通させて、貫通させて、でたまたまここに絶対用意してますよたまたま、今日はたまたま金の鼻感があるんですけど、はい、ここを抜いたら外れるんで、はい、これでこう、こうしてで、これをつけ つけてで止めるっていう。へえ。連れて行ったりするときにそこを持ったらついてくるんで、そうじゃないと牛が本気で走り出したら人間一人じゃ、あ、勝てないというか追えない。そういう意味があったんですね。と、ここで心さんが珍しいものを発見。これ、あの大日堂って言って、はい、牛の神さんが祀ってあって、はい、で年に1回1月の28日に、はい、あの、はい、大日さんの日ってあって、その日に牛の安全を祈願してみんなお参りするんですけど、はい、その時にもらえるお札です。牛の安産とかそういうので、はい、でそこにあの鐘があって、はい、で昔は子牛が生まれたら、うん、生まれましたよって、そこの鐘をこの地区の人らが叩きに行きおった。メスの牛だけやろ。メスの牛。ああ、そうそう、メスの牛だけが牛が生まれたら、昔はメス牛が大事って言われ、はい、なんかなっとって、そうそう、メスが生まれたら生まれましたって鐘を。訪れた人に伝えたい思いを小林さんに伺いました。田島牛っていうのを昔の人がずっとこう守ってきたっていうのをやっぱり知ってほしいのと、繁殖農家が大事に育てた子牛が神戸ビーフになるっていう大変さとかいうのも知ってほしいなと思います。最後に案内してもらったのが上山の棚田。日本の棚田100選に選ばれているんですよ。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか昔はあのさっき見た田島牛が農耕牛としてここを耕したりしてる、してたんです。じゃあ昔からその田島牛はもう皆さんと一緒に生活してきて、そうですね、仕事もしてみたいな、はい、家族みたいな存在というか。そうですね、はい今日はありがとうございました。ありがとうございました。たくさんいろんなところ案内していただけて嬉しかったです夏から秋にかけては放牧場の見学もできるそうで、2025年に向けて受け入れ準備中です。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました今回ご紹介したフィーパビは、和牛のふるさとルーツを訪ねて、開始時期など今後の予定はおじろガイドクラブのホームページを随時ご確認ください。また県ではこれからも地域の皆さんと一緒にフィーパビを増やしていこうと体験プログラムを募集中です。詳しくはホームページをご覧ください。